国際工業国際工業観光バス国際工業観光バスは国際工業が経営する貸切バス事業2004年4月に国際工業バスの観光バス事業を分社して設立2007年には同じ国際工業グループの国際観光バスの貸切バス事業を譲り受けした2013年8月16日付で路線バスハイヤートラベル事業などを運営する 国際工業グループ株式会社に吸収合併され、貸切バス事業のブランドとして存続している。国際工業グループの貸切バスを担当するほか、国際工業バスが運行する、夜行高速バスで多客機の続行便を運行する場合がある。東京都中央区八重洲二丁目10の3、国際工業本社内これらの営業所は分社化前に移転、閉鎖したものもある。 2010年4月1日現在、所有車両数は80台で、内訳は、いすず社39台、日野社41台である。80台のうち2台が豪華仕様のロイヤルクルーザーである。国際工業のグループに、北海道いすず自動車があるため、導入車両のほとんどが、いすず社であったが、国際観光バスは、東京日野自動車の系列市外車であったため日野社が、導入されていた。 国際観光バスからの譲り受け者は、当初は塗装変更せず、国際観光の文字を残したまま、応急措置として、後部のオーバーハング部に、国際工業観光バスの文字を付加していたが、国際工業カラーへ塗り替えられた。ありがとうございます。